ボディチャネルさん、ボイ、iPhone から、キアス配信っていう変のイニシエ URL。ワイチョウさん、こんにちは。はい、皆さん、こんにちは。今日はちょっと秘密の、はい、隠密行動で、はい、辺野古の方に来ております。今こちら辺野古漁港横の砂浜ですね。いやー、ひどい。川崎急行の新幹線さん、こんにちは。 W.A. 吉さん、ボギーさん、こんにちは。はい、こんにちは。モリモリーさん、こんにちは。はいはい、皆さん、こんにちは。今皆さん目の前に石の列が見えてきましたね。藤田さん、大佐とのこんにちは。犬の顔。これはサーファーたかしさん、皆さんこんにちは。ボギーさん、こんにちは。はい、こんにちは。これ何だと思います？これこれ実はですね、反対派がこっちからガラさんさん、こんにちは。左の方、つまり奥の方に入ってはいけないっていう自主規制のラインなんですよ。これ石を拾ってきてラインを作っています。つまりこっちから左側は、ヤドカリを、まあ、保護するためにっていうことで立ち入り禁止の意味でこのように勝手に線を引いています。で、右側はここはカヌーの方、はい、軽トラックとか乗り入れましてカヌーとかどんどんやってるところですね。結局ここに来たのは横断幕の状況と、あと、辺野古の新滑走路の進捗ですね、まあ、しばらく来ていないんでどのぐらいかな、進んでるかなっていうことで見に来ました。こっちから見る限り結構進んでますね。護岸の方がどんどん海の上に伸びています。まあ、水深がせいぜい2メーターぐらいしかないところですから、工事の進捗は非常に早い。さて、横断幕、よく辺野古移設反対は、オール沖縄の石とか言ってますけど、はい、地元の人たちも反対してるっていうふうに言ってますけど、実際どうなのかっていうことをこの横断幕から、確認をしてみたいと思います。まずこれフェンス、こっからこういうふうに、はい、セイラさん、やっぱり現場に来ないとわからないことがやっぱりたくさんあります。はい、やっぱり現場に入らないとダメですよ。まあ、このような形で非常に多くの横断幕やリボンが祝えられております。はい、ここはこうですね。上の方。基地建設反対、みんな仲良く平和で行こうよって、本当に反対派の人たちに言ってほしいですね。で、これはどこからかと言いますと、下越病院、はい、下越病院ですかね、どっかの病院のようでございます。はい、この方も、これもどこなんでしょうね。綺麗な字で書いています。医療福祉連帯課とか入院維持課とか、まあ多分ありました。はい、新潟からお越しでございますね。こちらにもいっぱいこういうの貼られてます。結構綺麗なやつですね。はい、西鉄タクシー労組、やれやれ。こっちも、はい、毎日交通労組、沖縄じゃないですね。はい、この方も、はい、東博地区和地ですか、和博ナタあなタクですね、タクシー関係。そしてこれは稲峰勝利で新基地の、はい、 NTT 支部、何でしょうね、この東の広志って書いてね、はい、平和の沖縄を返せ、まさにその通り、平和の沖縄を返してほしいですね。まあ、どっかの
あ、これもこういうふうに。自己総連福岡からお越しの方々でございますね。はい。これも福岡。いやー、本当に県外のがこうして博多っていうのもあります。はい。こういうふうにずわーっと並べられております。結構、はい、壮観な感じですね。はい。そしてこれもバーナー。静かな海を壊すなっていうふうに思うんですが、いつもなんでこの人たち怒ってるんですかね。いつも怒ってます。はい。東京都からお越しでございます。東京都。ご苦労様でございます。はい。東京都。はい。これはシーサーの絵が描いてますんで、沖縄かなと思うんですけど、高松と書いてますね。高松。やれやれ。いや、こんなのがずっと続いてるんですよ。これは新潟のやつですね。辺野古の海を汚さないでっていうふうに書いてますけど、どうなんでしょう。辺野古の景観を汚してるのはこういったバーナーだと思うんですけどね。はい。このちょっと水色のおしゃれな横断幕。はい、長崎からお越しでございます。長崎。はい。そしてこのピース平和、ピース平和は、はい、北海道でございます。ご苦労様です。北海道から沖縄に、見えられたんですね。はい。平和学校、平和学校とありますけど、これはどこなんだろうな。あ、これは神奈川からお越しですね。神奈川。はい。神奈川から、お越しの皆様でございます。はあ。はい。沖縄のことは沖縄が決めると書いてますけど、千葉と書いております。はい。沖縄のことは沖縄が決める、だけど千葉です。それと辺野古新基地のということで、早稲田。早稲田ですね。はい。これも沖縄に基地はいらない。婦人民主クラブ、共産党系ですね。はい。あと、これも結構大きな横断幕。離れないとちょっと入らない。はい。辺野古の基地建設をやめろ。埋め立てやめて、海を殺すのは宝だということで書いておりますが、大阪からお越しでございます。はい。これもまた大きな横断幕、結構大きいですね。はい。これが、三重県からお越しですね。三重県。はい。これまた黄色い目立つバーナーでございます。なんと埼玉。埼玉っていうと、もしかすると、はい、あの方の地元じゃないですか。埼玉からお越しでございます。ご苦労様でございます。いや、これまたかわいい横断幕。どこのかな、これは。ちょっとどっからとは書いていません。はい。身元がバレて、まずいところは書かないようですね。はい。そして上の方もピースマークの横断幕。すべて県外の方々の名字ですので、沖縄のもんではありません。はい。で、こちらは民議連って書いてますんで、共産党系。いや、これまたでかい。でかいです、これは。引きます。はい。他の横断幕と比べてもかなりでかい、これは。進む市長お疲れ様でした。120%の感謝の思いということで、正義は市民が受け継いでいきますということで。そうですね。正義は訴えるのはいいですけど、違法行為はやめてほしいですね。はい。これも辺野古新基地の会見ノート書いて、その下に、はい、埼玉からお越しでございます。で、これもでかい。ああ、でかい。これも大きい。
どこにもいらない、基地のことでしょうね。さて、これどちらからお越しですかね。あ、下にありました。はい、三重県鳥羽ですね。三重県からお越しの皆さんでございます。はい、これは歌声合唱団東京。まあ、これを見て分かるように、この基地の移設反対は地元の医師だとか言いますけど、ここに貼られてる横断幕はもうほぼ 100% 県外の方々のばっかりですね。はい、まあ、それが悪いとは言いませんけど、悪いとは言わないですよ。ただ汚すのだけはやっぱりやめてほしいなっていうふうにね、思います。まあ、こうして多くの横断幕がまあ貼られてる、多分上の方までずっと続くんだと思います。はい、こういう感じで、そしてね、貼られたやつはこうしてどん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 皆さん風化していくんですよ。こうしてね、風化するとボロボロになって、あとはもうゴミとなって消えていくんですよね。まあ、そういったものをまたウミガメとかが飲み込むと良くないと思うんですけどね。本当に自然を守りたいって言うんだったら、こういったことではなくて、沖縄本島の西海岸に行ってね、海岸に流れ着いた、コールタール、オイルボールをまあ回収するとか、そういったことをやってくれたらいいかなと思うんですけど、この方々一切そういったことをしません、残念ながら。はい、まあ、そういった感じで、今日は、はい、まあ、極秘任務のついでということで辺野古の海岸の方に来まして、まあ、そこに貼られているバーナーを皆さんに、まあ、お見せしました。まあ、このように貼られているバーナーのほぼ 100%、 90% 以上が、まあ、県外のということでありまして、まあ、ここに貼られているバーナーには地元の意思は全く感じられません。結局外から来て、沖縄に寄り添っている、まあ、そんな思いでですね、地元の人たちとはかけ離れたところで、こうしてフェンスを汚し、まあ、いいことをしてるんだというふうに思ってるんだったら、それは私思いっきり大間違いじゃないかというふうに思っております。ということで、まあ、臨時の、はい、中継になりましたけど、まあ、今辺野古の方ではこのようにフェンスがまた汚されてるっていう現状をね、皆さんにお伝え、しました。また有志の方々、地元の若者たちがこれ掃除するとは思いますけど、掃除しなければいつまでも残っております。で、風化してボロボロになるまでそのまんま祝いつけられ、まあ、それが将来海に流れ出して結果的に海を汚す、そういったことになるんじゃないかと思っております。本当に海を守りたい、樹を守りたいのであれば、このようにフェンスを汚す方法じゃなくて別の方法で、まあ、頑張っていただきたいと思います。ということで、臨時の、ボギーチャンネル、辺野古の砂浜の方から生中継でお送りしました。どうもありがとうございました。